我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで加盟がつながるのならば、信長に譲り渡せばよいもの。 信長様の度重なる恩情を不意にしおるとは、一族老頭、女子ともども皆殺しにされても構わぬというのか。
信長よ、ただの白として、ウヌにこれを渡すわけにはいかぬのよ。 地獄巡りと参ろうぞ。散り散りになりてなお、かような志を残しておるとは、主の執着と茶器の念、いずれも大したものじゃの。
りし我が片割れはいずこに。主も見える口か。平雲の茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君をあやめ、将軍をあやめ、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。わしのことは壇上とでも呼ぶがよい。まれびとは歓迎するぞ。
いずれまた来るがよい。